旧石器時代の中でも最後の段階の新人のま芸術の例を挙げております。左にありますものがヨーロッパの洞窟の壁画やヴィーナスや動物の像であります。右の方にウクライナや日本でのまあ、それに類するものの資料を挙げております。これらはユーラシアアジアにとどまらずユーラシアで広く交流がなされ生活に必要な文化。 技術だけではなしに、さまざまな思想に関するような文化も、ある程度こうユーラシアの東端と西端とで交流をたどることができるという、まそういう時代が旧石器時代の最後の段階ではなかったかと考えられます。以上で今回の話を終わらせていただきます。